はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。今回のデッキなんですけども、昔から使いたかった、環境始まりたての頃から使いたかったけど勝率がってとこから使ってませんでした、兵士の誓い、このアミュレットを使ったロイヤルデッキになります。全環境と比べると、かなり弱体化というか、7コスト指揮官いねえプラス、6コストで強かったメリッサさんが消えてしまったということで、まあ、今使ってる人ほとんどいねえだろうな、というデッキではあるんですけども、はい、今回このデッキを使ってやっていきます。兵士の誓いはですね、兵士の誓いアミュレットが場にあるとき、指揮官フォローをプレイしたとき、その指揮官のコスト分の兵士をデッキから場に出すと。いうことで、一応その、なんていうんですか、指揮官と兵士の関係というと、セリアとリオードは、3打の従者が出てきます。ただセリアは基本5コストです。で、オクトリスとアイテールは、ウェポンディーラー、イルミスナー。まあ、イルミスナーは基本兵士の誓いを持ってくるためのカードなんですけれども、まあ、一応兵士ということで出てきます。そしてもう一人、シャドウエンフォーザー、ターニャですね。はい。こちらも3コースの兵士ということで入れてます。なんでこいつ入れてるかっていうと、他に強いカードってなんかあるかなーと思ったところ、こいつが一番強いかなということで、はい。必殺プラス潜伏持ちということで入れてます。で、今回の、まあ、ぶっ壊れムーブって感じなんですけども、4コースト、スカイセイバー、リーシャ。リーシャを出せば、デッキから3奪の強心者が出てきます。3奪の強心者は、突進を持っているので、攻撃力3の突進。そしてリーシャは、兵士が出ることによって進化するので5コストの突進。プラスリーシャが進化した状態で、攻撃したら黄昏の刃ナノが出ると。つまり、進化権を使えば、3体除去ができるといった感じですね。はい、おかしいです。で、3奪の使徒は、セリアをエンハンスで使った時のキャラクターですね。なかなか強いと思いますよ。で、6コスト。鉄拳の重戦士プラスゼタですね。鉄拳の重戦士は、まあ、前の環境では入れてなかったんですけども、まあ、鉄拳の重戦士枠にメリッサが入ってましたね。ただメリッサは使えなくなったということで、鉄拳の重戦士でございます。そしてやっぱりキーカード、レイサムさんですね。7コスト、8コスト、9コストの指揮官兵士がいい感じにないから、まあ、正直、普通のロイヤルデッキの方が強いと思いますが、今回はこの兵士の誓いロイヤルで、ランクマッチやっていきたいと思います。説明長くなりました。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブー、ミヒトチャンネル。さあ、やっていきましょう。お相手さんはドラゴン、サタンかな。サタンだったら早く決着つけないと、もしくは2枚目引いとかないと怖いですね。あとアミレット消すやつ。おお、先行でこれは悪くないのでは。お相手さんがもし機械ドラゴンだった時のことを考えると、これでいいのかなと。リオドさんだと取れないんですよね、あのレジェンドのやつ。OK、 リーシャさんはいい、リーシャさんはいいんだが、しかし、あいつら来たらダメですよ、兵士たち。いや、来たらダメだって。ただ、まあ、4段目はいいかもしれないですね。強心者さんは、年持ってるので、もしかしたらというか逆にいいかも。お相手さん、無別の従者、信者は持ってるかな。1枚使ってきたってことは2枚目ないっていう説もありますけど。OK。ここで、ロイもしくは無別コンビ、アンジェロ落ちた、知らないと思うが、くっつかない。なるほど、だったらば三奪の強心者で取らせていただこうか。レイサムさんの主張が激しいっす。もっと奪う、悔やんだら飽きませんな。オッケー、この人悔やんだらダメです。攻撃したら飽きません。次、体力4までのフォロワーはリオードさんだけで取れるようになるので、フォロワー複数展開されないことを願う。もし複数展開されても信者あたりだったら取れる。アンネローゼで BP 加速して、信者は持ってないっぽいですね。だったら、うーん、ここは兵士の誓いを置かせていただきましょう。で、リオードさん進化して盤面は取っておきます。まさかな、それはびっくりするでしょうよ。今このデッキ使ってる人いないでしょ。
あの新カードパックが追加された時にあの7コストのレジェンドがいると思ってわーってなったらさ、機械だからさ、あいつ指揮官でも兵士でもね、機械だからさね、あいつせめて指揮官になってくれればいいんだけどね。指揮官になってくれればケンタウロスが、競争のケンタウロスが輝くんですが、お相手さん6コストの動き悩んでますね。6コストの動きというと邪毒の支流、邪毒の支流、まああの紫色のやつですね、ドローを進めるやつ、あいつ進化で殴ってくる、もしくはスカーサファクスキルがいい。 What? ちょっとよくわからない。これはめちゃくちゃ PP 加速してちゃっちゃとドラゴン打掃作戦、進化は使わないならば、そうですね、これはあー、これで闇を通し勇気の光、奪うってしておいて、リーシャさんを潜伏させましょう。終わらせる。そこだ、証券、まあ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 、これでリーシャを潜伏させて、ここでお相手さんが、武別の絶決ガルミユ、ガルミユされたとしても取ることができない、ギリギリ耐えますので、アンネローゼ加速はもうしないか。あー、スカーサハさん、これはスカーサハさんはあの加速じゃなくて次に受けるダメージをマイナス2だったかな、なのでまあそこまであれですが、お相手さんここでも進化を使ってこないか、ここで進化を使ってこないっていうのはまあまあきついんですけども、そうですね、ちょっと次手に手札に来る指揮官カードを考えたいですかね。レイサムさんは2コストで打ちたくないですし、まああの炎獅子の大将軍が入ってればレイサムさんあれでもいいんですけど、アクセラレートで使うのもありだったんですが、お相手さん悩みますね。早くサタンを出したいんでしょうけど、まあサタン9コストですし次出せると思いますが、これでアサシンを取ってくる。我が怒りを受けよう。 PP は加速しないってことはもしかして手札にサタンがいる、もうすでにいる。セリアさんはこれは熱いんじゃないですか。これで取って、これ展開できねえんだ、展開できないからセリアを闇落ちさせて、全ては闇の中ですわ、全ては闇の中にしておいて、いただくぞ、いただくぞ、何もかも、これで取れると。首飾りは使わないでおきますか、使ってもいいけど、使っておけばよかった、使ってから攻撃すればよかった。いやー、まあ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 、この一点がね、なんかそんな大事なことになったりしないことを願うけど、おそらくここはサタンですね、サタンさんですね。嘆きの川より世界を沈める、時空の彼方に消え失せたくないので、もうちょっと勘弁してもらっていいですか。奪うことこそ、これ4点ダメージ相手のリーダーに与えるよりはレイサムさんをレイサムさんとして置いておいた方が良さそう。そして鉄拳の重戦士はなかなかでかいのでは、食らっちゃいますわ。OK、レイサムさんを8、攻撃力8で置いておきた、置いたので、まあいいんじゃないですか。まさかね、伊達ちゃんいないことを願いますけど、伊達ちゃんいないことを本当に心から願います。でレイサムさん発動してるので、黄昏の刃ナノちゃんも失踪してくれると。怒りを滑るもの、残念ながらロイヤルカードは基本外れたぜ。進化使わないと展開できないフローラルフェンサーと、ゼロコストになったクイックブレーダー、ゼロコストになったクイックブレーダー強いかなと思うけど、展開してくるな。これはスタロトの宣告を持ってきたパターンかな。 OK、 ここあー、なんで強心者来るんだ。これで次リーシャ持ってきたとしても、うわー、ゼーターさんがゼロコストっすか、マジっすか。さっさと片付けます。OK、 で、ゼータその力を示して、そうですね、発展は相手のリーダーにぶち込んでおきたいので、ここは鉄拳の重戦士進化して取りましょう。誓いを引いてたら、まあ
考えよう。誓いを引いてたら考えます。残り6点。レイサムさんアクセラレートで2ダメ。あー、ベアトリックスとあれで取れるん。絶望しかじった。なるほど、これで誰が消えるかですね。あー、ベアトリックスが消えた。一番消えたら赤いやつが消えちまいましたね。こいつはまあ、おお、シャドウエンフォーサーターニャ。これで相手のリーダーに3点ダメージは確定となりました。ザツエルまで奪います。ザツエルまで奪います。絡みつく、絡みついた。そうですね、回復されなければ勝ちか。これは証券がいらないと思います。でナノちゃんはまだあれですね、使えないですね。ナノちゃんは相手のリーダーを殴るよりは盤面の除去に回ってほしい。さて、おっと、回復はしないで欲しかったな。回復はしないで欲しかったが、これは僕のリーダーに飛んでくることもできないでしょですな。うわー、すげえ回復するわ。それだけか。であるならば、わー、あー、なるほど。だったら無理やりリーシを起動してトワイライトソードを手に入れておきましょう。これでナイトを出すと。任せてください。明日を開くぞ。で、悲しみを断ち切る。で、任せて、リーシャ。ナノも走ると。何するの？トワイライトソードで一掃しつつ、あれで終わりっていう風にもしておきたい。ナノ出したくない気もするので、強心者を置いて。お茶を濁しますか。奪う、もっと奪う。こんだけ展開してて倒す手段つうとないだろう。いたんだ。勝ちました。オッケー、トワイライトソードで決めましょう。さあ皆様ご清聴あれ。トワイライト、私が破れたの。いや強いんじゃないこれ。意外と戦えるんじゃないですか。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。